ルブは、新末民発の政治家、モンゴル族の王族。字は楽帝、号はアン。新末民発において内モンゴルの教育、産業振興に多大な貢献をなした人物である。チンギスカンの後進、ジェルメの末裔、愛信カクラ前期の妹前筆サ猿の夫である。もう、カン、マン、蔵の覚悟や書、死に通じていた。 1899年、原賃の邪作軍王を接収し、女祖と命名、勤む方便となった。1903年には、大阪で開かれた内国官業博覧会を見学するために来日した。その際に、下田歌子と会い、女子教育の重要性を認識し、原賃畑に内蒙古で、最初の近代女子学校である育成女子学堂の建設を決意し、 日本人の女性教師を招聘した。その後育成女学堂には、川原美佐子、鳥居美子などの日本人教師が赴任し、近代女子教育を行った。軍産のルブは、上記の育成女子学堂のほか、モンゴル族にとって、初となる、管理学校の高市生学堂、図書館、軍事学校の森政部学堂を創立している。さらに留学生の派遣、 内モンゴル発の新聞である、英法の総還、郵便、電報桑畑、近代工場の整備などにも取り組んだ。1911年10月の侵害革命勃発に、際しては、新調用語の立場を取って、皇帝単位に反対し、川島なにわらの圧線で、横浜商金銀行から借還を得て、武器の購入と拒兵準備を行ったが、皇帝単位と、 遠征外による北京政府の成立を見ると北京政府擁護の立場に転じた。1912年3月、ボグド・ハーン政権の情勢を視察するために死者を派遣するが、ボグド・ハーン政権の実情を知り失望する。遠征外の勧誘を受けた軍産のルブは、時期から北京へ帰還し、同年9月には北京政府の妄想事務局総裁に任ぜられ、10月には 共和制擁護の功績により、軍王から新王に加盟された。翌年12月、政治会議議員となる。1914年5月、毛造事務局を改組した、孟造院で引き続き総裁を務めた。この時、聖八期満州都党も兼ねている。1922年4月、一旦孟造院総裁を退いたが、翌1923年2月に復帰し、以後、 北京政府崩壊まで同職にあった。また1925年には、前5回に会員、国権起草委員会委員を歴任し、後に、助外と命名長となっている。1931年1月13日、北平特別市の官邸で死去。去年60。ありがとうございます。